はい、えー、今日から広島マスタースタジアムということで、昨日から本当はやったんですけど、雨で流れましたということで、今日、明日という、この2セントになりました。広島戦。4月30日、えー、今日の結果はタイガースが7対1で、えー、完勝ですね、これは。えー、今日はね、えー、先発ピッチャーが、えー、タイガースが村上正輝。そして、カープは、 徳田宏樹。まあ、両エース角のピッチャーが投げたという試合だったんで、まあ、あんまり点取れないでしょうと思ったんですけども、結果としてはさっき言ったように7対1と。しかしながらヒット数はほとんど変わらないんですよ。ヒット数でいうと、タイガースは9本。で、カープは7本。あんまり変わらないけど、得点が7対1という、こんだけ差が出たと。 いかにタイガースが効率よく点を取ったか。そういうことが、ここには出てるんかなと思います。それとね、今日の特徴はですね、パワーボール、まあデッドボールもあるんですけども、どっちもタイガースはいっぱい取りました。パワーボールはタイガースは8個取りました。で、デッドボールは2個、まあ取ったというか当てられたという形だけど、これはね。合計そうすると CC q という形で見ると10取ったわけですよ。 これは10アンダー相当を見て考えると、結局アンダー相当で言うと9アンダーのところにこの10足されるから、19アンダー相当で7点っていうと、なんとなくまあ、合点がいくかなというふうに思いますね。一方、カープに与えたファーボール、四死球は1個だけ。さすが村上やなとコントロールへ。だから、えー、19アンダー相当対8アンダー相当。 今日はね、あの、村上正輝は、それから9回を完投しました。7安打完投。でもホームラン1本打たれたと。さっき言ったようにファーボールは1個だけと。1失点だけだと。9回を全部、112球で投げ切って7安打、今言ったように1失点という素晴らしいピッチングですよ。 で村上将棋自身は今日はストレートあんまり走ってなくて、そんな調子のいいこと、いいピッチングはできてなかったんですよ。だけど、うんそんな中でも変化球を坂本がうまくうん散らばして、散らあの、散らつかしてですね、えー、打たせて取ったという、こういう内容だったと思います。まあ、変化球では、 えー、フォークボールとカットボールあたりが良かったかなと。あとスローカーブが84キロのスローカーブを今日は投げてたね。あの、大竹の80キロ台のスローボールと、なかなかいい勝負をするという、いうような感じでした。まずね、実はこれ、1回に、村上正輝は、広島カープの1番バッターの、今日は1番秋山入ってて、いきなり初球をホームランを投げた。1球で1点失ったという。これは村上のスタートだったんだけども、 なんとかまあ立て直したという、その1点のみなんですよたい、あのー、カープは。あとはね、カープを見てみると、2回、5回、6回、7回、8回と、ヒットは出てるんですよ。でも、1本ずつなんですよ。え、ちょっと、1回の 1, 本1球目でホームラン打たれたうんえー、珍しいことやな。1>, 1回だけに2んだを打たれてんねんな。その後とヒット打たれてて。うん あこれは立ち上がりいや、立ち上がりやから、やっぱり立ち上がりっていうのは得点を取られたやすいどのピッチャーもね。でま、だせえけど、めっちゃショックやな、それ。そうそう、いきなり1球投げて、ボーンホームランやなって。びっくりしてたんやん。やでも、そんなことはあるよ。<ー>初球、1番バッターでも、すごい打ち気になってるバッターは、初球から打ってくるから、うん、高校野球なんか特にそれが多いよ。プロ野球はそこまでせえへんねんけど、でも、プロ野球でもや,やる選手言ってるから。 今日は秋山一番に起用されて、あのー、ちょっと、これはいかなかんなと思ったやろな。んで行って、ホームランと。しかもこれ真ん中付近の144キロぐらいのストレートで、まあ、内頃の球って言ったら内頃の球よ。まだスピード乗ってきてない。肩、肩も温まってないから、まだ、ね、打たれやすい球よ。しかも今日はそんなに、あの回を重ねていってもスピード出てなかったし。 秋山ってあの地上げやろ違う違う違う。違うね、秋山言うたら、西武に長い間で在籍してて、うん、メジャーに行って帰日本に帰ってきた選手。メジャーでもちょっとは活躍しないで、ね。少しはね。う,うん。ええ選手よ。で、日本に帰ってくるときに、阪神もひょっとしたら取るかもって言ってたんやけど、ね、うん、俺は取ってほしかったけどね。ええ選手やから、ヒット打つのうまいし。あとは、さっき言ったように、何回か数回で5イニングぐらいかな、そのほか1、2、3、4、5イニングで。 一本ずつヒット出るんだけども、一本のだけのヒットではなかなか難しいし、しかも先頭バッターがルイン出るいうのは、ピッチャーのところが一回出ただけで、それ以外は野手には先頭バッターであの、ヒットで打たれてないんよ。うん、だから、得点にまでは、あの、こぎつけられなかったんでしょうね、カープは。逆に言うと、村上は、うん、あの、そういう、例えばワンアウトからツーアウトからのヒットやから、いうことで。 抑えることができたと。0点にね。そういうふうに思います。まあ、そのホームランだけなのねで。で、タイガースの方を見てみると、これはね、2回にもうすぐ追いつくんです最近ね、タイガースがよく勝つのは、点取られても、割とすぐに追いついたり、あるいは、あのー、1点2点取って、追いつかないにしても、だいぶ追い上げられたり、ね、追い上げたり、すぐに割とできてんねこれ強い時はそういうもんよ。 すぐに追いつくの2回に。1回裏に取られて2回表に点取んねえからね。この2回表の得点っていうのは、あまり最近打ててなかった、打ててなかった坂本のタイムリーヒット、センター前への。これで1点。同点。で、4回にも得点入れます。4回、6回と。4回はね、4回は坂本がノーアウト満塁で、セカンドゴロで、ダブルプレイになってる間に3塁ランナーがホームイン。 4,6,3のダブルプレーの間ね。セカンド、ショート、一塁にボールが行ってる間に三塁ランナーホームイン。これで2点目。で、逆転。両方とも坂本やねここは。その次に、6回にも点取ります。うーんと、6回の得点はね、これは、まだ坂本や。坂本がワーッと一塁三塁でもって、ライトへの犠牲フライ。大した当たりじゃないけど、点入るな。うん。だから、 あの、まあ、ちょっと後で言うんやけど、そういうことでね、これで3点目ね。で、3対1にしたと。で、7回に一挙に3点取るんだよな、3安打で。ここでもうダメ押したよ。これは何がっていうと、えー、ワンアウト満塁からノイジーのレフト前へのタイムリーヒットで1点。そして、なおもワンアウト満塁で、サトテルのファーストゴロで1点。これで2点目。それから、えー、3点目は、あーツーアウト2塁3塁で、坂本のレフト前ヒットで。 ということで今日は坂本は3打点の活躍ですよ。ね、うんなかなか打てない坂本打てないから坂本で代打やっててよう言ってたんですけど今日は頑張りました坂本。でもね今日はあのー、そんな中でタイガースはあのー、7点も取れたのはヒットでもって得点を入れたのも当然あるんだけども例えば犠牲フライ。 月2の間にダブルプレーの間に得点入れたりだとかいうので3点入れてるんですよそれやっぱ大きいなと思いますねそれは6回7回9回とこの3イニングスでそれは出てるんですよコツコツやな、うん、あの要は野球っていうのは点取りゲームやからヒットを打たんでも点取った方が勝ちやねんだからそういう野球を岡方監督にはやってほしいなとそうすると強いチームやから勝っていけるんよどんどん それを言ってて、なんでここであそこで、あの、ランエンドヒットかけへんだんとか、あの、送りバンドせへんだんとか、ほんならもう一点取れたのにっていうことを過去の動画で常に言ってきてるんですけど、なぜ言うかって言ったらそういうことなんですよね私が言うのは。で、これは、6回の場面で言ったらさっき言った坂本の犠牲くらいでしょえー、7回のところで点、あの、あ悟ってるのや。ファーストゴロで一点や。ね。ノーヒトやらこうも。それから9回は、 えー、ワンアウト一塁三塁で木並みのセカンドゴロで1点と。アウトになってるけど1点入ってるんです。こやって入ってるという、<laughs> というところね。村上将棋がまずは好投した。それから、そうやってアウトになってても得点を稼ぐことができた。ね、今日買った勝因をまあちょっと言ってるよ、言ってるんですけども。それから、かノイジーが頑張ってへんかった。3番、あの、三つ目に挙げるのはノイジー、ね。ノイジーが今日は素晴らしかった。 ノイジーの成績は今日は4打数、4アンダー。全部ヒ,、うん、ヒット打ってるし、なおかつ打点は1つ位置上げてるし、な、それ以外にもまだフォアボールで1個出てんねん。5打席全部出塁してんねん。その出塁したのが何が素晴らしく言うのは、出塁した、ノイジーが出塁した後に全部得点入ってんね、うん。で、自ら1本はタイムリーヒットってんねん。これ全部が絡んでんねん、得点に。これはノイジー今日素晴らしいよ。貢献度大よ。うん 村上の,の次か、村上と同じぐらいの貢献度よ、これう、うん。だから今日は、誰が勝利インタビューやったのか知らないけど、村上とノイジーよ、勝利インタビュー。そして、まあ、さっきもちょっとちらっと言いましたけども、坂本が3打点という活躍ね、これも見逃せないよ、これだって貢献度大よ、なぜかっていうのは、今日はね、あの大山がフォアボールを選んだんよ。 三つ選んだんや。三、うん、つファーボール、ファーボール、ファーボールで選んだら、その後にノイジーがヒット、ヒットヒットやね <laughs> ほんで、こうチャンスを分けて、うん、坂本のところチャンス行ったわけや。そこで坂本は、打ったり、打てへんでも、犠牲フライトで点入れたりとかいうことで頑張ったわけや、坂本はな。うん、いつもそこで坂本は、カーって思ってたけども、今日は頑張ったよ、坂本。この流れや。大山、ノイジー、坂本で点取ってやね、うん。はまあ、サトデルはセカンドゴロ、一塁ゴロでアウトやな、うん、セカンドゴロじゃ一塁ゴロで点取った。 一塁ごろであの、地上げや松山が、地上げやってう松山に失礼な話やけどもんで <laughs>。なあの,の、ダイビングキャッチしてん。え、あ、うんまり抜ける当たりやったけど、取ったんよ。あれヒットやったらよかったのにな、里出るな。せっかくエア当たりしたのに。三振してへんの、今日は。今日三振してないね。ねえー、賢いな。今日は頑張って三振してないね。こら、うん、えたんやろな。うん、なんとか。4打数1んだよね。1打点や。っていうようなところで。まあ。 今日の試合がそんな感じで7対1でタイガースが勝ったと。まあ、あの、効率よく点を取れたっていうところもあって、強いタイガースを今日も見れたかなということですね。